How you doing, よしや、具合はどう？うん、まだちょっとね。もう少し休んでるから、エステルは見学を続けてていいよ。うん、わかった。おや、エステル君と言いましたか？お連れの方はどうしたんですか？ Nah, it's fine. うん、少し風に当たりたいんだって。そうですか。ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といい、その若さでブレイサーとはすごいですね。I don't think it's that big of a deal. 確か遊撃士資格が取れるのは16歳以上だったと思いますが。へえ、よく知ってるわね。うん、私たちもちょうど16歳よ。Oh, fuck. いいですね、若いということは。それだけで無限の可能性につながる。私もあと10歳若ければ大陸全土に眠る古代遺跡の謎をこの手で解き明かしてやるんですが。大陸全土とは大きく出たわね。ということは教授ってリベールの人じゃないんだ。ええ、北方の生まれです。エレボニア出身ではありませんよ。心配しなくても大丈夫よ。戦争は絶対に嫌だけど、帝国の人が憎いわけじゃないしね。誰か大切な方を？うん、お母さんをね。I'm sorry. 申し訳ない、立ち入ったことを聞きましたね。ううん、気にしないで。あれから新しい家族も増えたしね。なるほど、それが先ほどの少年ですか。弟みたいなもんね。ヨシアにしてみればお兄さんのつもりかもしれないけど。いやだ、なんでこんなことまで喋っちゃってるんだろう。他の人に聞かせる話でもないのに。いいじゃないですか、仲良きことは美しきかなですよ。Man, it's good to get it off your chest. あ、エステルちゃん。I wanted to put you off, ここってすごくいい場所だね。観光クォーツの数が足りるか心配になってきちゃったよ。確かにいい景色だもんね。ところで観光クォーツって何？セプチウムを加工した極薄のクォーツでね、これに光を焼き付けることで写真が撮れるっていう仕組みなの。さすがカメラマン、商売道具のことは詳しいのね。えへん。あれ、そういえばヨシワ君はどうしたの？うん、少し風に当たってるんだって。ふん、風の中に佇む黒髪の少年か。はい、カウントダウン。すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな？ No。 ヨシワってそういうの苦手、多分断られると思うけど。ちょっと残念。でもヨシワ君って恥ずかしがり屋さんなんだね。Sure, just call him shy. Hey, bud, how's it going? タバコがうまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。失礼しちゃうわね。だったら来なきゃいいのに。編集長の命令なんだよ。トンチキ娘の教育も兼ねてな。そうじゃなかったら今頃スクープを求めて王国全土を駆け回ってる最中だぜ。ふん、スクープって言ってもどうせゴシップ記事じゃないの。ゴシップも嫌いじゃないが、報道記事の方が圧倒的に多いぜ。そういう意味で今一番興味があるのはボースだな。Ooh, sounds like the next area I'm going to. ボース地方？何か事件でもあったの？でかい強盗事件が相次いでる。Oh, I remember reading about that actually. 犯人の正体は分かっていないが、どうやら足を持った連中らしい。足？飛行船のことね。ひょっとして空賊ってやつ？その可能性が高いな。だがエレボニア帝国による偽装工作という線もあり得る。え？そんな、平和条約だって結ばれたのに。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国の目もあるし、滅多なことはできんだろうが、嫌がらせの可能性はあり得る。
未だ真相は闇の中さ。そしてそれを明らかにするのが俺たち分野のお仕事ってわけだ。Let's go talk to Josh again. Unless I can. 単独行動はやめておこうと。I just want to do some grinding by myself. よしよ、まだ気分が悪い？いや、だいぶ良くなった。もう普通通りに動けると思う。よかった。一体何が原因だったのかな？塔の中で酸欠になったにしては、私たちは大丈夫だったし。突発性の高所恐怖症だったりして、それはないと思うけど。エステルちゃん、ヨシア君。あれ、撮影終わったの？任せて、いっぱい撮りまくっちゃ。これで取材は終わりだ。そろそろ新米だもん。帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。Please just auto do it. Please auto do it. Please auto do it. Please, please, please. Oh, thank God. Thank God. いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシア君。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初からブレーサーを雇ってよね。財布と相談してみます。それでは皆さん、また。Have a nice day. さてと、俺たちもここで失礼させてもらうぜ。最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってるブレイザーと比べたら、お前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておくわ。ところでお二人はすぐに雑誌社に戻るんですか？いや、今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまたね、エステルちゃん、ヨシュア君。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけがブレイサーの本分じゃないことが少しだけ分かったような気がする。またまたカッコつけちゃって。でも、うん、私も分かるような気がするよ。まだまだ先は長そうだけど、とりあえずギルドに報告に戻ろうか。うん、そうしましょう。あ、そういえば調子はどう？また気分悪くなったりしてない？あ、うん、すっかり良くなったみたいだ。 That's good. Don't want you to be going down on the field anywhere. What do we have here? A handsome bracer, if I've ever seen one.How about taking a nap with little old me? I'll have to take a rain check on that one. Forever. The whole monster scare has finally settled down at the mine. Now I can finally eat a relaxing meal. Thanks, Trent. Estelle, listen to this. The other day, Mr. Renon's mother dropped by and asked me out of the blue if I wanted to marry her son.I haven't felt so surprised since she fell off the table when she was dancing. She was on the table dancing? But I had to turn her down when I'm ready. I want to be able to choose my own partner. Hey, want to go out anytime soon? hey, bud. All the members of the Bracer Guild can hold their liquor. Want to bet? I have to learn how to say that. It's like a boost sponge, but even Cassius can down more than a few rounds.But Ina is the most surprising of them all. Heard she... Same thing from Shara. It's Shara. I also call her Shara. Ina's supposed to be pretty amazing in the liquor department. That's right, she can drink at the same pace as Sharazard? Sharazard, sure. On top of that, her face never gets red and she acts totally normal.
I think that's much better than having your ear talked off by Shara. In any case, the Bracer Guild is one to be reckoned with at the bar. Oh, except for that Ridge fellow. One drink and he's a goner. Oh, hey there, Estelle and Josh. Speaking of. Saw some crazy quick monsters on main road the other day. Just when I thought they were charging me, they took off running. Seriously, what are those things? Same. I ran into those as well. It's time I started thinking about a new menu. I'm going to have all the staff here give me ideas for the new menu. Maybe I should ask Elisa what she thinks too. What do you have actually to buy? Do you have anything new? No. Since he talks about a new menu. That means it might get updated soon. We started this restaurant before my husband and I were married. That's why we have such a special fondness for the place. Somehow I find myself deeply moved when I see our daughter Alicia helping around here as well. Stella and Josh, I heard that you two had your fair share of accomplishments lately. Let's see, you drove the fiends away from the Purzel farm, you rescued the miners at Malga Mine, and last time you escorted some reporters, right? Oh, you certainly know a lot for your age. Yep, sure do. I wish those reporters would hire me. I think I'm perfect for the job of a reporter. That's probably true. Liberal News, huh? That's the magazine my dad always reads. The cover always has somebody really famous or popular. Yeah, you gotta make some money. My father stopped complaining about the work my husband does, but it doesn't look like he's holding his tongue all the time. I'm sure he is holding his tongue all the time. I'm sure he'd feel much better if he just said what he felt. Young kids these days only tend to focus on profit as a way to gain acceptance from others. But back in my day, if we wanted to be accepted, we had to work hard. It's like my daughter says, we'll have to watch these kids with a careful eye. I'm so excited. Listen, my daddy's coming home. I hope he'll be home soon. I want us to play together. I hope to meet your daddy. I received word from my husband today that he'll be finished up with his current job. I think I'd better cook something special for him. The longer we part, the deeper the bond grows between my husband and I. That's sweet. God, I hope he doesn't die. I would actually be disappointed. And depressed a little bit. I feel bad for him. I can actually expand. Let's go Estelle. Can I expand? Yeah, 30, 50. Never mind, I don't have enough for it. Josh? No. I want nothing more but to just crawl in a hole. Can I get an evade? I might get evade. I'm tired of getting hit. Agility 1. Then I'll just have to keep grinding for the rest. EP 1 wouldn't be bad. Can I get a blind? No, I can't. Okay. Let's get evade. Might as well just stock up on extra stuff. And let's not go here first. How much money do I have? Hey there, I've been hearing great things about you kids. I hear you've been knocking out jobs one after another. You've made some successful strides from your part-time job working here for me. 2,500. 352. That's stupid. That's a lot. Leather boots, give me 100 for that. Hell yeah. Stop those three. Don't want to set. How much? Do you get 100%? You don't get 100%. That's pretty rough. Because if I sold like the same amount for this, I'd get like a crazy. That's awful. Anyways, I was looking at rings and shit. It stimulates a pressure point. I don't know what this does. Prevents blind, prevents poison. 200, I think I can pop one. It's not a bad deal. I have everything else. Now I'll go ahead and give that to Josh. Silver earring. Run on, how's it going? Recently it seems like whenever I go out on the streets, I get a lot of strange looks. Appears that my mom started up the bride hunt again. When I first heard about that was going on, I thought I was going to die of sheer embarrassment. No matter how many times I tell her to knock it off, she just keeps doing it. What am I going to do? I feel bad for you, bud. I don't feel bad enough to forgive that you don't have issue number 2.
Let's check. There's someone in here. Gazing out from the Tafia air every day is quite enjoyable. The changing seasons, the lives of these people living here in town. Though they are all minor, I can see these changes with my own eyes. Recently, I've seen Miss Bloom out in quite a bit. Ho ho, I wonder what she's up to. I have no idea who you... Some news reporters came to do a story on your dad. My dad's a soldier in the Royal Army, but he's pretty plain and boring compared to Bracers. Fuck off, birds. Let's go check out the hotel, dude, and then we'll go ahead and dip. Still, Josh, I heard about your admirable performance at the farm and the mine. A number of guests have been asking about you as well. Keep up the good work. Wow, that's actually kind of nice to hear. Anyone else in here? Ooh, there is one, actually. The family that gave me my first book. I need to talk to them and see how they're doing. I like checking up on these people. The Braces who helped Pat seem to be active recently. I heard they were a pair of young Braces, a boy and a girl. That boy is especially well spoken of by the wives' circle as being quite a cutie. Joshua's a hunk to all these desperate housewives. I mean, whatever works. You know, liberal news is selling like hotcakes lately. Up until recently, it was a minor magazine circulating around the Royal City. Thank you for the knowledge. Though they're complete opposites, my grandson Luke appears to get along with his neighbor Pat. I wish Luke would pick up a few things, good things from Pat. Okay, no, it's the same notebook. It's good to know that our deeds of saving kids goes unnoticed. Life of the guild isn't always great. He's Highway Monster. So I only have two left. Hot damn. And since these are like medium and shit, I think I could just do it later. I don't think these will disappear. I hope they don't disappear. But I haven't gone into like Mistwald south of Rowland. I haven't gone there yet. Or, you know. So. I think it'll be fine. Same with that. I'll visit these later. Anyone up here? Oh, I didn't even know there's a little area up here. That's nice. Ara, Esther, Yoshua. Are, 知らねえ? 珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。 先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。 ちょうど報告をしてたってわけ。 知らねえも終わったんだ。まあ、なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ。毎日苦労して仕事いた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ、私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ。話してちょうだい。 Report about escorting the reporters. Liberal news, liberal media. Why didn't I get any extras? It's not like I let them get hit a lot. 2,000 Mira though. Oof. Thank you. Hi, ご苦労様でした. どうかしら、シラザード。なかなか頑張っていると思わない? 新人にしてはやるわね。 Are you fucking kidding me? Excuse you, bitch. でもここで満足しちゃダメよ。 Whatever. 特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。 Do you see how many jobs I've cleared? There's only two jobs I haven't cleared yet, honey. はいはい、ちゃんと分かってますってば。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。 街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よし、今夜は思いっきり飲むぞ。Hell yeah. エステル、ヨシュア、あんたたちも付き合いなさいよね。 Damn right. Let it flow. 酔っ払った知らねえの相手すんの? あら、エステル。私の誘い断るつもりね。
いい度胸してるじゃない。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。Interesting. 確かに目のやり場に困るんだよね。 She's not my mentor. シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。うんだ、そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。ええ。Oh my god. 代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、あの、シロス、ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。I mean, why not? 酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげようか。Oh, okay. いろいろ。What? Is this a job? ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。I'm just saying, if you put it in as a bracer request, I have to take it. 大変じゃ。 Fuck off! God damn it, Mayor. 市長さん? Let me guess, someone stole the little diamond. not diamond, but sepet. Estelle 君とヨシア君、おお、シロザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか? Buddy, そんなに慌てて。 shut up. You're fine.一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。 Oh, I thought you meant... Okay, for 2 seconds, I thought he meant that his literal home is just gone. 市長さん、まずは落ち着きなさいよ。 Yeah, it was probably that student that stole it. I don't trust her. 大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。 The only one that knew about it. Good lord.実は私が留守にしているときに家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっとミレーのおばさんたちは？大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのはここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？よろしくお願いする。待って、私たちも行く？そうですね、何か役に立てるかもしれません。仕方ないか。No, this is my next request. 私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。Oh, poor Ridge. 酒場でのんびりしてるはずだから。He actually is. ええ、わかったわ。みんな、気をつけてちょうだい。No worries. うわぁ、めちゃくちゃだわ。これはまた、見事なほどの荒らされっぷりね。いや。あ、金庫が。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。 That's what I figured. せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。 I mean, that's fine. I got paid for it, so I don't really care. 謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。 Yeah, really, you shouldn't apologize for your place being broken into, though. ところで、他の部屋の様子はどうですか? I thought about going to the mayor's place, too. Fuck.他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。What if I'd actually gone? Would it? Ah, damn it. エステル、ヨシュア、頼みたいことがあるんだけど。What? 何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。Investigate around. その間、あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。え、それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？ Oh, yeah. せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった、できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。
Bye. 現場検証か。なんかドキドキしてきちゃった。Oh my god. 早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。That's what I'll do after investigating. うん、OK。I want to get a layout first. ああ、せっかく届けた女王様への贈り物が。犯人ども絶対に許すまじ。こうして見てみると、扉を壊したわけじゃなさそうだ。暗証番号を解析して開けたのか。解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな。例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。Better use the witnesses. そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。 That or, you know that. ただ青い光に当てると発光する。See, this is why you just put your fingerprints on all of them. そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのかわかるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番まではわからなくない？ Yeah, but at that point it's narrowed down. いや、そうでもないんだ。指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。 That too. I mean, you just repeatedly try. Once it's down to like 3 or 4, it's just simple combinations at that point. つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。ヨシはひょっとして天才？こんなのは基本だよ。とにかくボタンを調べてみよう。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか。問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。 I'm telling you, it's gotta be that student. めちゃくちゃに荒らされてるわね。リタさんが見たらそっとしちゃいそうだわ。本棚に並んでいた本が散らばっているみたいだ。あまり意味のある行動には思えないけど。壺が倒れてる。中には何も入ってないわ。何かの弾みで倒れただけみたいだね。さすがは市長さん、難しそうな本がいっぱいあるわね。価値の高い寄稿本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知らなかったのか。Or they aren't after that. No, this wasn't a robbery. This was a robbery that would have taken a lot more. さすがは市長さん。価値の高い寄稿本、犯人が価値を知らなかった。これは小物入れね。中身は空っぽみたいだけど。箱の蓋についた錠前が焼き切れたようにちぎれてる。Burned off. もしかしたら動力銃を使ったのかもしれない。